あ、冷たい、もう無理。あ、やばい、これこれやばいんだけど。おはようございます。あの時女子会プロジェクト同じこと津田奈子です。今日は何ですか？スキー場開きの日です。今日そうなん？え、そうだよ。え、そうなん？行けない行けないね。毎年この25日、24日とかここら辺でスキー場開きっていう、とりあえず雪があろうがなかろうが神事をするんよ。また今シーズンも事故なく終えれますようにっていう日。雪があればこの日からはいつもオープンしとるんよね。そんな日にうなずきでサウナを開くという。いえ、ね、これ開かないんだけど。靴どうしたの？靴持ってきてない。サウナ入るからと思う。これ買ったんですか？組み立てから。組み立てから始まる開封動画ですね。そうです。モルジュを買いました。マジュアル、マジュアル。あざす。助けてほしいって言ってましたよ。助けてほしい。マリアさん。とりあえず開けてる、はい、あ、違う。お、すげえ。これ全然関係ないやつ。そうです。バヤさん、ただ手伝いに呼ばれただけ、ね、はい、暇なんで、仕事ください。まだはずないよね。お仕事、書きまで。お仕事、お仕事。お、あ、なんかおしゃれじゃない。それが本体？これ本体だよね。いいよね。迷彩かっこいいっすね。違う、これ。あ、これ椅子や。移動しました。出しました。すごいね、明治チョコレートだって、この椅子。一瞬で大体わかるんですか？さっき YouTube に撮られた。あ、そうなんだ。なるほど。ここにこうやって入れるね。持っとればいい。待って、これ、前さん、あってますよ。大丈夫、これ、これほら、入りそう。入った、入りました。すごいよ。あ、これきついな。クレームですよ、クレーム。じゃ、中さん。クレーム。不良品なんよ。1時間ぐらい格闘して。いや、もうさ、やろうって言ってからさ、やらんでよかったよね。今開けてよかったよね。確かに。不良品に気づいてよかったよね。そうだね。これだってさ、見てみて。対象じゃないんすよ。1、2、3でクイーンやん。で、こっちやったらさ、1、2、3と3.8 クイーンみたいな なっとるよね。わかる？曲がるところが逆なんよ。もう嫌になってきた。とりあえず今回は無理やり。でもファスナーぶっ壊れるから、おばさんでお願い。なんでみんなそんなことするん？とりあえず組み立てて、うん、そうそう、これは帰ってくださいって言って、バニアなんだら困なんだって。棒だけだから、そんな棒だけ発送してる、うん、2週間後ぐらいとかじゃない？遅っ。あ、でも来週だって撮影とかも入れてる。大場さんに棒だけ借りる。そっかそっかそっか。しみっちゃん。なんかさ、マジムカつくことがあってさ、組み立てようとしたらさ、不良品やったん。みんなに見せてあげよう思ってさ、ちゃんとさ、準備しとったんにさ、バヤちゃんやって忙しいのにさ、わざわざさ、人呼んでさ、どうしてさ、不良品とか送ってくるの？ひどくない？壊れたじゃないよ、もともと違うやもんだってさ。左右非対称。あの骨組み見てみられよ、右と左と全然違うまいで。やこの棒。こんなことあるんですか？いや、俺はないっすけどね。私がやっぱ引き悪いってこと。なんで自分のせいにしてんだ。代理店とかだってさ、一回さ、確認すればよくない？絶対おかしい。おかしいよね。絶対おかしい。なるほど。すげえ。ガラスの本がさ、また火燃えとるのが見えていいよね。うん、いい。こんな感じ。お名前とご用件をお話しください。至急取り替えていただきたいなと思ってお電話させていただきました。みーちゃん、待って。1、2、1、2、1、2。はい、ここら辺。イエーイ。あ、いいじゃん。サウナをしようと思ったんですけど、不良品だったんです。でも電話しても繋がらなくて。市長のおかげで仕事1個もらいました。あ、そうなんですか。2個ぐらいもらいました。3個ぐらいもらったかな。何を言っても大場さんに聞いてます。バヤさん曰く火入れやっぱ良くないんじゃないかっていうか、返品できない可能性があるということで、やめましょう。泣かないでください。うん、テント中入れる、とりあえず。うん、それもバヤさんにちょっと聞こう。最近みんないじめてて。誰もいじめてないよ、それ。あら、困った。なんかもう疑心暗鬼だったね。いいやん、かわいいっす。え、これ別で買ったってこと？別だよ。あ、別か。いいじゃん。あ、いいやん。
ちゃいいや。あ、でも全然形違う。そうで最後ねチャックが、え、でも全然これならハマりそうじゃない。うん、これで全然いけそうでした。設営班に任せる。どうですか設営。むずないこれ。水の時間ですよ。すげー色の水出てきた。熱い熱い、やばい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 。ここは名付け温泉スキー場です。今年はですねテントサウナを始めることにしました。やっぱねサウナの波に乗っかってねスキーを利用する人もしない人も楽しんでいただけるようにいろんなことをしたいなと思ってて、テントサウナをしようと思ったけどテントサウナのポールが不良品だったりいろんなことがあったんですけど、今日はなんとちゃんとこのように体験することができました。サムネサムネいいっすね。うなじょです。これサムネいけるっすよ。マイカさんこれサムネでお願いします。温度はもうちょっと上がりますね。本当は今80度です。うん、100度ぐらいまではいけるとのこと。なるほど。でこれをした後にはスキー場での外気浴が待ってます。では行きましょう。やばい、なんか開いた。やばい、絶対寒いやんこれ。あー冷たい、もう無理。整うって何かわからん。何整うって。お尻冷たい。これ寝っ転がれるんですよねこの椅子。でも気持ちいいかも。てか雪積もっとるし、お尻雪積も、あ、お尻雪積もっとるし、ちょっと待って、寒い。はい、どうもー。雪よ。寒い。ペタってやんな。いきますよ。いや。これ整っとる？整ってます？誰か。これ整ってます？何？10分ぐらい。10分ぐらいいましょう。やばいっすね。一旦10分ぐらい我慢しましょう。でそっから水風呂行きましょう。こっから喋っても声聞こえるん？聞こえます聞こえます。もしくない裸の人とさスノーボードしてる人みんなに入ってほしいな。そうっすね本当に。今年目標何人でしたっけ？1万5000人です。よっ、今年1万5000人。ちなみに今日が12月30日でオープンしたのが28日なんですけど、28、29、2日間で大体300人いかないぐらい行きます。おお、まあ、果てしないよね。湯気やば、体の湯気やば。あーやばいこれ。これやばいんだけど。あー無理。なんか楽しそうやな、50分もできたら。50分とか少なくないよ。少なくないっすね。大満足じゃん。大満足。こんな吹雪いてるんだけどさ。ということでですね、今年はうなずき温泉スキー場でテントサウナをしたいと思います。1月の8日から受付を開始してまして、2月の末までのご予約を受け付けています。予約サイトは私うなじょのインスタをぜひご覧ください。強風の日はやりませんみたいな感じで、うなずき温泉スキー場は毎週末何かイベントをしてスキーをする人もしない人も楽しめるスキー場にしたいと思います。皆さんぜひ一度遊びに来てください。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。うなじょこと津田奈衣子でした。遊びに来てねー。